デビューはどこでデビューなの？道のプロレスの前身になったユニバーサルプロレスっていう、新馬さんの息子さんがやってた。あ、ユニバーサルだね。ルチャリア、ルチャリアの団体で。それじゃあ何、あのジャドウ君ゲドウ君とか。あ、そうですそうです、はい、あのジャゲさんとサスケ、デルフィン、リクと、はいはい、先輩ですね。あ、でもあの当時のあのみんなはすごい生き残ってるよね。そうですね、はい、元気ですね。ねえ、あ、そういうつながりが残ってるんだって。今誰だっけ、ディック、東郷くんの信用出てますね、はい、元気ですね。その辺のあれはつながりはまだしっかりありますね、てはい、あ、たまに組んだりさせてもらったりしてます。新崎先生もそうですけど、あの辺みんな同期みたいな感じで。あ、人生部もユニバーサルなんだ。まあそうですね、スタートは、はい、すごいユニバーサルって。そうですね、そうですね、すごい人材を輩出してますね。で、初期はあのウルティマドラゴン、浅井さんがいるの、メキシコから通過して、浅井さんが主軸でいなくなって、はいはい、変わった感じで、はい、ゲッティン。いや、だってでも WW でもやってたしね。何年ぐらいなの、1900あれは98年ぐらいから4年ぐらいだったんで、はい、あの時の誰誰、あの時はいい時代ですね。ストーンコールドいて、はいはい、ロックいて、トリプル H いて、アンダーテカキン、もうあの WW 自分いた時はまだ F だったんですけど。あ、まだ F の時だ。大前世紀でしたね。はいはい、人生君の後はい、人生からだいぶ空いてますね。多分新崎人生が白紙で行ってる時は、うん、あまりいい時代ではなかったと思うんですよね。でその後あのブワッとあのスポーツエンターテインメントとしてガッと上がる時、日曜日中見て、で一番いい時に見てて、あので、 WCW と ECW も吸収しちゃって、はいはい、もう吸収した時だ、はい、一大勢力になった時だったんで、すごくいい時代にしたなっていう、はい、もう一大帝国になったと。そうですね、はい。その時は何か他の女子レスラー、男子レスラー、男子船木とあと田尻選手がいましたね。自分のパートナーで船木がいて、はいはい、で ECW から田尻選手が来て、はいはいはい、3人で一緒でしたね。住む拠点はどこ？自分はなぜかプエルトリコです、ね。嘘、はい、プエルトリコ、プエルトリコです、ね、たんですね。プエルトリコから毎週飛行機でオンのアメリカ本当に移動して、あ、でもそっか、そこで道場かなんかを、ね、そうですね、はい、最初そこで立ち上げて。あ、立ち上げが先だったんだ。はい。どういう経緯でこうあのコネクションを作ってたの、 WWE は。あの23の時に単独でメキシコ修行に行ったんですよ、はい、でその時にあの道のプレスのサスケ会長が WWE デビューするということで、その対戦相手でなぜか自分呼ばれたんですよ、メキシコに修行中なのに。で自分行って、さっきサスケ会長と2試合やったんですよ。でなぜかそのまま自分に座っちゃった感じですね。あ、すごいね。